い、皆さんお疲れ様です。今日はね、うちの会社に、新人でなんと、YouTube のね、自分の動画を見てね、それでコンタクトを取ってくれて、なんとね、うちの会社にね、入ってくれたね、新人のドライバーさんがいるんでね、まあ、ちょっとね、インタビュー形式、今日実は横乗ってるんですけどね、ちょっとインタビュー形式でお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあそんなわけで、名前呼んでいいですか。じゃあ明石くん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まず最初に、はい、免許証を、取ったのどれぐらい経ってんの。大型と犬を持ってんだよね。大型と犬を同時取りに行ったので、もう3年ぐらい経ってると思うんですよね。じゃあそれまでは今までの別の仕事やってて、トラックは一応乗ってたんだよね。はい、でもまあ運送業じゃなくて別の関係で仕事乗ってて、はい、まあ運送業ちょっとやりたいってことで、で、そうですね、偶然ね、はい、あって、うちの会社一応募集してるって、あ、行きますってね、はい、びっくりしちゃったんですけど、やっぱり乗りたかった、大型とかトレーラーとか。そうですね、まあでもどこまで行っても最終的にはトレーラーなんですけど、でも大型は本当ジャンボ経験がないので、今経験させてもらえるってことで、もうワクワクが止まらないです、はい、なるほどね、はい、うん、まあそうだよね、やっぱ免許取ってやっぱり乗りたいもんね。そうですね、まあ自分なんかもね、牽引と大型持ってて、しばらく大型ずっと乗ってて牽引になっちゃったから、はい、どうだろう。あとはそう、やっぱ最終的にトレーラー乗りたい。最終的にはそうですね、トレーラーですね。あ、なるほどね、はい、やっぱりそんなに憧れるもんかな。あ、そうです。僕そう、元々やっぱトラックとかが好きなので、やっぱ憧れますね。ああ、やっぱそうなの。ね、コメント欄なんかにね、乗りたいんですとか、これからチャレンジしたいんですとか、あとはまあ教習所今通ってるから、いろいろ伊藤さん教えてくださいとかね、はい、実際乗ってて実践的にこういう風にやりたいんですけどどうですかとかね、そういうやりがあるんだけど、はい、あ、そっか、やっぱりまあまあそうだよな、憧れ俺なんか普段乗ってるからね、はい、普通には思ってるけど、やっぱそうなんかね。そうですね。あ、やっぱそっか、はい、まあでもね、まあさっきね、ちょっとサクサクっと待機時間ちょっと説明したんだけど、まあ意外とでも、ああいうふうに考えると乗れると思うでしょ。そうですね、はい、まあね、ちょっと動画で説明したような感じでね、きっかけ作って頭振ってやればね、そんな頭ガチャガチャ切らんでもハンドル切ったら分かるよーなんて話したんだけど、まああとは実際乗ってみないと分かんないとこもあるけどね。そうですね、うん、そっか、まあ多分まあどうだろう、まあ絶対とは言えないけど、まあ近いうち、うちの会社も多分、はい、大型じゃなくてトレーラーの方にはい、スイッチする可能性もあると思うんでね、はい、まあ、最高俺が定年退職してまでもう若いからいるから、はい、俺定年退職に乗ってもらうつもありかななるほど。まあだってもうだってあれよ、俺52だから、あとやっても10、まあ、65までしたら13年、はい、ただだって13年だといくつ、43ですね。43か。じゃあまだまだ俺が乗り出した頃と変わらないんで、実際自分がトレーラー乗り出したのもだいたい40ちょっと前ぐらいだから、はい、あ、そんなに大差ないよ。うん、まあね、まあ若いうちにやっといた方が一番いいんだけどね、はい、まあね、こんな今ちょっとね、いろいろもろもろあるから、ちょっとトレーラー解除コンテナがちょっと荷物の動きが鈍いから、はい、だけどこれでまた荷物復活してきて動きが出てくればね、解放とかそういうのも出てくるかもしれないからね、はい、うん、まああとはこういうウイングトレーラーのどっちがいい、開墾とウイングトレーラーとぶっちゃけどっちがいい。ウイングですね、はい、やっぱりぶっちゃけ、ぶっちゃけ、あ、そう、はい、まあでもね、開墾もね、勉強になるから乗るなら乗るでいいと思うんだけどね、はい、結構狭い現場とかあるから、はい、経験としてはね、やっぱりその狭い現場経験するって結構勉強になるからね、俺も結構泣いたから、はい、まあね、こうやってトレーラーのバックの解説とかしててあれなのかもしれないけど、はい、泣くのも結構大切だから、自分で泣いて、うわーここ入んねえって苦労して、はい、それで入れたら、ああなんとか入ったっていうの自信にもなるしね、うん、あ、なるほどね、了解でございます、はい、そっか、やっぱトレーラーの方がいいのか。まあでもとりあえずね、大型ね、はい、経験してもらう形になりそうだけど、はい、どうだろう、やっぱまああと仕事的にあれだよね、荷物積むのに大型の荷物って経験初めてになるのかな。
そうですね、10トン車は初めてになりますね、うん、あれでも8トン車とかそこらやっぱ乗ったことあるんですか。はい。あ、じゃあでもね、やっぱりそういう経験がある人とない人だとやっぱりこう一段ちょっとね、なんて言ったらレベル的にどうのこうのっていうわけじゃないけど、やっぱりそういう意味では経験あるとやっぱり違ってくるからね。はい。でうちの会社でもう一人入った人もいるんだけど、彼もまあ4トン車2トン車経験してて、だから実際乗せてみたら4、昨日ちょっとね大型乗せてみたんだけど、はい、まあ、校内でバックとか外乗せらんないんで、はい、校内でバックさせたらスムーズにバックしてたから、おー、うまくいくと思うんだけどね。まあ、そういう練習もね、時間あればちょっとやってもらう感じでね、はい、まあ、でもあれだろう、一応フォークリフトの免許持ってるんだよね。あ、あります。あ、じゃあフォークの免許も持ってるし、あとはまあ8トンぐらいまで経験あるから、はい、あとはまあ実際まあこの仕事はトレーラーなんであれだけど、大型の先輩横乗っかって、はい、まあ1週間うまくいけば1、2週間乗って、あとは独り立ちって形になるかもしれないよ。はい、うん、まあ、あとはね、大型トラックケツ振りとかさっき説明したけど、はい、ケツ振りと内輪差がちょっと違うから、そこに関してちょっとね、注意していけばいけるんじゃないかなと思いますけどね。はい、そんな感じでね、これからね、大型とかトレーラーとかちょっと経験して乗りたいなぁなんて思ってる人にはね、やっぱりこう頑張ってる姿見せるとこうプラスになると思うんでね。そうですね、頑張ってほしいと思いますけどね、はい、自分的にもやっぱりね、まあ、こうやってね、ましてはこう YouTube でつながりができてね、こうやって入ってきてくれる人がいるなんて、ものすごい俺も嬉しいんですよ実は。ね、だからね、まあ、なんかあったらいろいろ言ってきてくれればいいし、はい、しますしね、まあ、それこそね、ね、天山放送、哲夫さんとこ、哲夫さんの話じゃないけど、はい、まあ、一応ね、まあ、いろいろ、そうやっていろいろあるから、確かにそういうこともあるかもしれないけどね、はい、まあ、ちょっと頑張ってやってほしいななんて思ってますよね。うん、まあ、そんなことも思いつつね、ちょっとね、今日インタビューしてますけど、インタビューだって生意気だな、俺もな。そうだな、あとは逆になんか自分が乗る上で、はい、うん、なんかこう聞いてみたいとかなんかある？聞いてみたい、うん、まあ、こうなったらこう、まあまあ仕事の細かいこととかまあちょっとまたここで話すのなんだけど、はい、まあ、具体的に自分が大型乗るにあたってどんなことを考えたらいいのかとか、気をつけた方がいいのかとか、もしそういうような聞きたいことがあればどうでしょう。あ、うん、まあ、急に言ったらあれかな。そうですね、ちょっとまとまんねえかな。まとまんないですね。ちょっと、はい。まあでも扱う荷物とかいろいろ出てくるからね。まあ今日もちょっとやってもらったんだけど、ちょっと荷物のバラしとかそんなのもあったしね。はい。あとはまあちょっと笑い話したり、荷台片してたらね、ちょっとね、モコちゃんの動画を思い出したらって言ってたけど。そうですね。発泡スチロールね、片してたら、モコちゃんの動画を思い浮かべながらやってますとかって言ったけど。まあでも YouTuber さんの影響も結構あると思うよね。どう？やっぱあった？あ、そうですね、めちゃめちゃありましたね。あ、はい、結構それはあるみたいだね。 YouTube 見て、まあね、この間自分なんかもご一緒させてもらったおじとらさんの影響があったりとかね。そうですね、ね、そういう感じもあると思うし、まあでもトレーラーだと誰が影響があった、うん、トレーラーですとやっぱ一番伊藤さんですね。でもやってるということで、まあでもね、俺なんかはまああんな動画上げてるけど、まあ結局ね、こうやって新しく乗る人がね、なんつったらいいのかな、困らないというかきっかけになってくれればと思ってるからね、一人でもやっぱトレーラードライバー増えてほしいし、はい、そうすれば俺らも楽になるから、やっぱ大型に比べてやっぱりトレーラーやっぱもうちょっと絶対数が少ないからね、はい、まあ、いずれやっぱりトレーラー、まあうちの会社もちらっと言ってたんだけど、まあ逆にそんだったら最初のうちにトレーラー乗って大型中途半端に覚えるよりもトレーラー乗ってもらった方がいいんじゃないかなって意見も出てたからね、はい、ただね、先にトレーラー乗っちゃうと大型で今度潰しきかなくなっちゃうね。あ、なんてかっていうと大型多少経験してると、例えば俺なんかこの間あげたけど、大型たまに乗ったの上げてるでしょ、はい、ああいう風にしてると、まあ、うまくはないけどなんとなく乗れる、まあまあ事故を起こさないようにある程度その乗れるぐらいの程度は乗れてれば変な話、例えば、まあ、トレーラー乗れなかったりとかトレーラー乗ってて例えば何かの理由で会社を転職したとしても、はい、大型でできるんですよ。でも最初からやっぱりトレーラー乗っちゃうと、はい、結構大型移るとトレーラーの癖つきすぎちゃうと、はい、結構苦労するっつったから、うん、だからそういう意味では大型の経験もやっぱりしといた方がいいのかなと思いますけどね。だからそういう意味でね、ちょっとね、
大型の経験なんかも頑張ってもらってね、はい、まあ、最終的にあのトレーラー乗るようになれば、自分がビシバシと鍛えますね。違うか、はい、すいません、よろしくお願いします。そんなことしないよ、ね、まあ、優しく優しくね、はい、何の話ですかって感じなんですけど、まあそんな感じでね、まあ、こうやってこれから、まあ、自分の動画見てもらってる方で大型乗りたいんです、トレーラー乗りたいんですとね、まあ、こうやってね、明石君みたいにね、きっかけがあってね、つながりできて乗るきっかけができてますんで、もしよければね、まあ、楽じゃないところも運送やって結構あります、はい、ぶっちゃけたこと言うと、まあ、さっき朝やってもらったりあんなバラしたりそんな作業もあるし、はい、まあ、バラおろしなんかも時々ある時あるしね、はい、まあ、大変なこともありますけどね、眠かったりとか辛かったりとかもあるけど、でもやっぱりね、他にもいろいろいい面ありますからね、そこはね、頑張ってやってほしいと思います。はいはい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、かしこ君、明日から、今日からだもんね。そうですね、はい。頑張ってください。はい。はい、じゃあそんな感じでね、うちの会社に新しく入った明石君、ちたまって、インタビューさせてもらいました。はい、じゃあそんな感じで、これから、もしね、トレーラー乗りたいとかね、大型乗りたいって方ね、また、時々いろいろリポートしていろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、1ヶ月経ってどうだったとかいろいろ聞いて、そういう人に参考になればと思いますので、はい、またその時は協力よろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後運転される方安全運転よろしくお願いします。それではお疲れ様です。